こんにちは。ピンクラテT V 始まるよ。イエーイ、ゆなです。言ってなかった。本日はですね、どこに向かっているかというとですね、マリオンクレープさんに向かっております。クレープトッピング全部乗せしてみたという企画になっております。すいません、ぬるっと始まりましたけれど、今からですね、マリオンクレープさんに行ってトッピング全部乗せくださいとちょっと言ってみたいと思います。初めてすぎてちょっとわからないし、クレープ大好きなのですごくウキウキしてるんですけど、ちょっとどんな感じなのかなと思いながらね、ちょっと行ってこようと思います。それではレッツスターティング。来ました。注文していきます。クレープのトッピング全部乗せお願いします。はい、ました。ありがとうございます。めっちゃ楽しみです。初めてすぎてどんなのが出来上がるんでしょうか。いや、私将来で昔からなんかクレープ作ってるとこ見るのめっちゃ好きで、絶対難しい。めっちゃどんどん見てくる。見たことありますか、このクレープ皆さん。あ、チョコ、チョコだ。すごい、いつもの倍ぐらいの量が持ってられます。すごい上手ですね。もりもり。え、待って、めっちゃ、え、絶対美味しいやつ。はい、クレープ全部のせです。お待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。え、ちょっとすっごい驚いてない。果物いっぱいあって、アイスもドーンってなってて、贅沢なプラベルとチーズケーキのアイスになりました。やばい、やばすぎて、やばい、腹痛めたい。じゃあ早速いただきます。やばい、切った時からめっちゃ楽しみにしてたんですよ、これを。超楽しみにしてて、ちょっといただきます。暑いから特にめっちゃ美味しいです。これ全部絶対食べきれる自信。甘いもの好きなので。じゃあ食べていきます。出ました今日。めっちゃ可愛い。あれ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 って言ってるんですけど、こちらですね、マリオンクレープさんと今回とのコラボのクレープになってます。この原宿竹下通り店さん限定でこちらのピンクラテとコラボのクレープが売ってます。見て、ハートになっててさ、クマになってるんですよ。これめっちゃ可愛いと思って。ピンクラテとのね、マシュマロもあるので、すっごい可愛くて映える商品になってます。ちなみにこう、私今日チョコアイスなんですけど、いちごアイスバージョンもあります。8月の8日から8月31日まで販売してますので、もう原宿夏休みとかね、来た方絶対買ってみてください。ちょっと食べてみますね。美味しそう、本当に。いただきます。美味しい、めっちゃ幸せ。そしてちょっと気づいた方いるかもしれないですけど、目線もダウンしていただいて、こちらですね、マリオンクレープさんと、ピンクラテとのコラボのお洋服になっております。こういうトートバッグとかお洋服、こちらにこれ書いてあって、クレープが書いてありますとか、ハンドタオルとかの雑貨まで売ってて、めちゃめちゃ可愛いので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。なんかチョコ入ってる。え、
めっちゃ敏感に食べちゃった。美味しいです。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら